こんにちは、黒です。学生時代に一番のめり込んだことっていうお題でありました。学生時代に一番のめり、ラグビー好きでしたからよく見に行きましたよね。早慶戦とか朝、もう本当は早明戦の方が有名なんですけど、早慶戦が全勝できた時とかは、前の日に恐ろしいことになってて、前日の夜9時からやっぱり並んでたりしました。で、それで最初に入っていこうとしたらよくテレビ中継とかされて映ってました。そんなことも思い出ですし、そうですね。あとは、学生時代が中学校だったら、深夜ラジオにハマってまして、昨日なんかテレビ番組かなんかで秋元治がどうのこうのって言ってましたけど、割と似たような世代だったかなというふうに思いました。本日は以上です。